こんにちは。私は、慶応大学の医学部卒業後、アメリカに留学して、ハーバード大学の精神科の専門医の訓練を受けた後、過去40年間、ニューヨークで、個人開業医として精神科の患者さんを数多く治療してきました。今日は、人格障害を完全に克服するライフワーク療法にを紹介したいと思います。私の略歴を簡単に申し上げますと、1938年北海道函館生まれ、そして慶応大学の医学部進学課程にあの2年生の時に、幸運にもアジア・アフリカ学生指導者会議という、当時アメリカの政府が講演してハワイ大学で行われた30カ国から1人ないしは2人の代表が集まった学生会議に幸運にも選ばれて、日本の首席代表として出席しました。それが大きな刺激になって、帰国後も英語の勉強に励み、国際的な学生活動に興味を示していたおかげで、医学部2年生の時に、当時の元外務大臣藤山愛それから日本医師会長の竹見太郎先生の、支援によのおかげで、イスラエルのイエルサレムで行われた国際医学生連盟 IFMSA の10回目の総会に、日本から初めて日本の医学生を代表して出席することができました。帰国後、いろいろ苦労はありましたけど、2年後に日本国際医学生連盟を創立して、20数か校の日本の医学校を休校して、その国際医学生連盟の一部として活動できる組織を作ったのが50年前です。そしてそれが現在でも存続しており、数年前に皇居で厚生大臣から表彰を受けた組織まで発展して、数千人の医学生が国際的な活動の英語でやったり、それから海外に短期間ですが研修に出たり、海外の医学生を日本のにで研修するために受け入れたり、そういう活動をし続けています。さて、医学部を64年に卒業した後は、立川の米軍病院でインターンをしました。その後、アメリカに渡って、ジェファスン医科大学、フィラデルフィアのジェファスン医科大学でもう一度ロテーティングインターンをし、外科、内科、神経科、その他を次々と回るインターンをやったんですが、その過程でまずは最初に内科、次に回った外科、それから神経科、精神科など、4科の専門医のレジデンシーをオファーされて、大いに安心して、ここで自分が積極的に精神医学を選択するという勇気ができたといういきさつがありました。そして、またしても幸運にも、ハーバード大学の5つあるセンターのうちの中心的なマサチューセッツ精神衛生センターに採用され、25人の初年のレジデントの一人として、1966年にボストンに行くことになりました。で、このセンターは患者が250人ほどしかいない、割とみすぼらしい病院ではありましたけれども、伝統は非常に誇り高い伝統のある病院で、当時のアメリカの精神科の教授の6割以上を輩出し、アメリカの国立精神衛生研究所のスタッフの9割を輩出したということを自慢にしているセンターでした。最初の日に、主任教授のイバルト教授が、例年のレジデントに対する訓示を行ったんですが、その訓示の中で最も印象的だったのは、先生が曰くにですね、そのまずこのセンターは、現在世界で精神科医になるには最も優れた場所であると自慢をした後で、精神学が
学んだことはすべて患者さんから学んだことばかりである。だから諸君精神科医も将来患者さんから学ぶということを常に心がける必要があると。ちなみにこのセンターで使う教科書はただ一冊、その教科書の題は患者という教科書であるというふうに劇的に宣言したんで、15年後に実はクラスメートの後に私の息子の一人の名付け親になってくれて、息子も会員になったんですが、その同僚が告白して曰く、すんでのところで手を挙げてイワルト教授の訓示を遮って、その一冊しか使わないという患者という教科書の著者の名前を聞きたいと手を挙げるところだったと、挙げる勇気が出なくてよかったと喜んでました。さて3日後に同じくイバルト教授が我々にくださったアドバイスが実は振るってまして、その私は長年何度も不幸なうまくいってない喧嘩ばっかりしてるカップを治療してなんとか離婚しないで仲良くやれるように一生懸命励まし指導しようとしたんだけども、一人残らず私のアドバイスに逆らって離婚してしまったと。それからどう考えても幸せになりそうもない、明らかに間違った相手として傷つけ合ってる二人をなんとか説得して離婚させ、新しい相手とやり直すように何度も勧めたけれども、その度にその私のアドバイスに逆らってカップルはみんな分からなかった。私のアドバイスは、諸君は将来その患者さんの治療の場でその患者さんの私的な親近関係、結婚生活とか恋愛関係には手を出すなと、介入するなというのがアドバイスでした。その二つ目のアドバイスには実は従わなかったんですが、そのおかげで思いがけない秘密を発見することになりました。さて精神医学3年間訓練を終わったんですが、どうも精神医学に飽き足らず、精神分析を勉強しようと思って、せっかくそのメッカであるマチャツ精神衛生センターに行ったにもかかわらず、精神分析に見切りをつけて、これは将来性のない学問であると判断しまして、で精神医学を離れたもっとチャレンジングな世界に出てみようという気になりました。そしてレジデンシーの3年間の間にしばしば出かけて、そのハーバードビジネススクールに出かけては、教授たちと親しく接したり、いろいろ教えるのを一部お手伝いしたりしてた縁からですね、教授の一人、トニー・エイソスという非常に人気のある教授が、タイムマガジンの表紙になったことのある先生でしたけど、彼が紹介してくれて、ニューヨークのマッケンジーという経営コンサルタント会社の本部に面接に出かけました。で、5人のパートナーとアソシエート1人に面接を受けて、その日のうちに採用され、直ちにフランスのパリのマッケンジーのオフィスに送られることになりました。これは私のビザが切れて、もうそれ以上は滞在できなくなっていたということが理由で、その経営コンサルティングの世界に入って、日本の経済がだんだん国際化していく過程で、それをお手伝いできるような経営コンサルタントとしての仕事ができるのではないかと思ったことが経緯でした。さてその後マッキンジーは日本で大発展をして、大前健一さん、その他の有名なコンサルタントが輩出しました。私がマッキンジーの社員として東京に出張した時に、入ったばっかりの大前さんがいろいろ案内してくれたしたのを懐かしく思い出します。さてマッキンジーでのパリのオフィスで、プロジェクトを始めて、いろいろな国際企業の組織を改造したりですね、いろいろなプロジェクトをやって、
フランス航空、それからフランスのガラス会社が、ビール会社を合併するプロジェクトとか、それからオランダでは、オランダの医学校の教育システムをアメリカ式に改善するプロジェクトだとか、それからカナダではガルフオイルというオイル会社、石油会社の再編成のプロジェクトに参加し、そしてニューヨークに来て三菱商事の国際戦略のプロジェクトのチームにの一員として、仕事ができました。これは初めて日本の企業が海外に進出し、企業に投資したり買収したりしようという意欲が初めて出た頃で、実は大きな動きが起こる15年ぐらい前だったので、少し15年ほど早すぎたんですが、とにかくその時点でアメリカの三菱商事の子会社を作り、米国企業の買収の活動を社長として始めました。それを4年間やって、アメリカの企業を5つくらいの買収をやった時点で、1973年に起こったイランの石油危機によって経済の成長が止まってしまいましたので、日本の企業もアメリカの企業を買収する元気はもうたちまちなくなって、当分の間はそういう活動は不可能であると見切りをつけて、前から興味のあった精神科の個人開業に踏み切りました。これはビジネスの世界で親しかったビジネスマンが鬱になって、治療をしてくれとせがんだことがきっかけになったこともありました。で、ヨーロッパの大銀行の頭取の方が鬱になって、その方を治療して非常に治療効果が良かった。で、ついでにですね、彼の作り上げたニューヨークの組織のコンサルタントとしても働いてくれと言われて6ヶ月ほど、ちょうどその個人会議を始めた矢先に経営コンサルティングの仕事を6ヶ月ほど与えてもらった。そういう、機会があって、精神科の臨床の、フルタイムの精神科の開業に入ったわけです。さて、今日の、話題である境界性人格障害は、治療が困難であることでも、有名な病名が、アメリカの精神科の診断マニュアルによれば、以下の9つの診断基準のうち5つ以上が該当すれば、境界性人格障害の診断をつけてもいいということになっています。このビデオをおそらくご覧になる、境界性人格障害に長年悩んで苦しみ、いろいろな治療を試みても、なかなか良くならなかった方々とか、精神科の治療者で、ね、人格障害に興味を持っておられる同僚の先生方にとってはおなじみの診断基準、すなわち人に見捨てられたり拒絶されたりすることを極度に恐れたり、対人関係が相手を理想化したり、また突然価値下げしたりして揺れる傾向が強い。それから周りに気を配りすぎるために一貫した自分のイメージが保てない、自信がない。それから衝動性が激しくて物を買いすぎたり、薬物、過食の衝動的な行動が目立つ。それからしばしば鬱になり死にたくなったり、自殺未遂をやったり、自傷行為が頻発する場合も珍しくない。それからちょっとしたことで凄まじい不安だとか鬱とか焦燥感に苛まれるということは、これまた特徴的な体験であり、外から見ると安定しているように見えるのに、心の中は常にうつろな満足感を味わえないという悩みがつきまと。それから突発的に起こり出すと制御不能になり、乱暴したり物を壊したりしてしまうということもしばしば。それからストレスの高い時に被害妄想が起こったり、それから離人感というディソシエーションというんですが、そういう自分がそこにいないみたいな感覚が起こったりする。この9つの診断基準の体験の全くない人は実はいないと思われます。正常な健全な人と思われている人でも、時には人に見捨てられることが非常に怖くなったりですね、
人間関係がギクシャクしたり、いろいろ落ち込んだり、死んだ方がマシだと絶望したり、いろいろこういう体験は程度の差はあれ、みんなある程度は体験することだと思われます。これは人間として生まれた限り、時には体験せざるを得ない苦しい状態、ストレスの高い状態を羅列したようなものですね。ですから、5つ以上該当すれば境界性人格構造だ。の診断がつくけど、4つではダメか。じゃあ3つならどうするのかということになる。ですから診断は極めて人為的な、医者が合意の上で勝手に決めた、ルールに過ぎないんですが、まあ臨床的には非常に役に立つ、概念であります。で、境界性人格障害は、この、手強い病気であるということで、いろいろ治療法が研究されてきました。最もアメリカで支配的なのが DBT。これは女性のレナハン先生。自分自身も重症の境界性人格障害者で入院治療を長年やったこともある。そういう方が自分の病気に、と格闘してですね、ついに、治療者になったという非常に、なんていうか、素晴らしい経歴の、治療法です。2番目がゲシュタルトセラピー。これは2番目にアメリカの心理学者ヤング先生が開発したもので、で学会で数年前に会って、昼食を一緒にした時に彼が言ってたことが面白いんで、その DBT を開発した支配的な先生は、彼が何度も提案して一緒にその共同研究をして、そのお互いのアプローチを比較検討して、どっちのアプローチがどういう境界性人格障害者に効果があるかっていうのを比較しようと持ちかけても一向に乗ってこないと言ってました。10年ほど前にアメリカの精神学会で初めて私の研究を論文を発表でき、ライフトラックセラピーって言うんですが、発表した頃にですね、アメリカの心理学会にもそれを発表しようと思って、そのレナハン先生、DBT のレナハン先生がアメリカの心理学会のどの論文を発表するかしないかを決める権限を持ってる先生だったんですが、彼女が個人的にですね、ライフトラックセラピーの発表を、妨害してしまいました。さて、3番目のメンテーションセラピーはイギリスの学科会で、このリーダーにですね、1対1の従来の治療法ではなくて、私の経験では患者さんのパートナー、奥さんとかご主人が参加すると、それだけで効果が10倍良くなる。どうしてそれをしないのかって聞いてみたらですね、もう境界性人格の患者さん1対1でやるんでも精一杯大変で、それに奥さんとかご主人、恋人などが参加したらもうめちゃくちゃになって収拾がつかないと一蹴されました。それから4番目は、この境界性人格障害を学会に有名にした功労者のオットー・カンバウという有名な精神分析者が始めたやり方で、従来の1対1の精神分析のやり方を基本にしたアプローチです。この先生のセミナーにも参加して、なんとか私のやり方に興味を持ってもらおうとしたことがありましたが、全く取り合ってもらえます。すなわち、それぞれ現在支配的な治療法は、自分の学派のやり方が一番もちろん優れてると確信してますから、なかなか別のやり方と比較してみたり、他のやり方から学ぼうという、そういう態度が残念ながら少ないようで、これは学会の一般的な傾向と言えるでしょう。で、かくてライフトラックセラピーは、なかなか、他の先生方、若い先生方に教えてあげる機会がなく、孤立した状態でコツコツと40年間、特にこれを開発した後30年間くらい、すべての患者さんにこのやり方で治療をして、かなり目覚ましい治療効果を上げてきました。さて、境界性人格障害は、
手ごわい病気とみなされ、治療者の中には境界性人格障害をもうごめんこむりたいと、そして逃げてしまう傾向も珍しくないんですが、私のそのライフトラックの考えからすればですね、境界性人格障害は実は病気ではなくて、極めて運の悪い逆境に耐えて英雄的に生き延びて成長する過程でこうならざるを得なくてできた性格構造であるというふうに考えています。親にも頼らない酒乱の親だとかですね、アルコール中毒のお父さんとか、もういな、お母さんがいなかったり、いつも家出したりですね、いろいろこう鬱だったり、頼りにならない両親に育てられてますから、極めて自己完結性が強くなって、そして、普通の人には見られないほど多くの長所を持っている場合が多いことを常に私は体験しています。例えば、非常に純粋な理想主義的な考え方を強く持っていたり、正直で良心的で責任感が強くて、それから人に借りができるのは大嫌い。困ってる人がいると助けないでいられない。それから潔癖であるとか、それからいろいろな困難に耐えるとか、なかなか諦めずに艱難辛苦に耐えるとか、いろいろな素晴らしい長所を持っている。そういう長所に打たれて、極めてですね、境界性人格障害の方の半分ぐらいの方は、素晴らしいパートナーに恵まれている場合が実は珍しくないどころか半分ぐらいなんですね、私の経験では。それからそういう凄まじいどうにもならない、状況に、しばしば子供の時にさらされて、わけのわかんないことはないことにするしかない。子供としては理解もできないことを、理不尽なことをする両親の行動などないことにして、お父さんはいいお父さんだって思い込むようにする。そういう現実否認、それから我慢に我慢を重ねて、意識の外に排除されて溜まっているストレスがですね、突然何かの拍子に暴発するということが当然起こると。それから、親も自分を可愛がってくれない、褒めてくれない、そういう親が多いんで、その自己を肯定する、自分を褒めることを練習できないで、それで幸せになりようがない環境の中で育ってるから、不幸であるってことがむしろ正常状態だ。ですから、自信のない、悲観的で自己破壊的、自己妨害的なパターンにならざるを得ないのは、これは当たり前であるというふうに考えている。それから、そういう寂しい親にも愛されてないんじゃないかと思いながら育ってますから、もう愛されたい、近づきたいという願望は極めて強くなると同時に、所詮自分は拒絶されたり、それから置き去りにされたりですね、するに違いないという強い恐怖を持って、むしろその近づくことに対する激しい拒絶反応を示すようになってしまう場合が普通です。そして人一倍親が褒めてくれない場合が多いんで、そういう親に褒めてもらおうと思って必死で努力して、人一倍いろんなことができるようになっても、褒めてもらう練習がなかったために自分を褒めることができない。だから せっかく成功しても、なぜかいつも満足感を味わえないというかわいそうな結果になる場合が多いですね。それから、あまりにも外傷的な経験を繰り返したために、いろいろな人生の出来事に対して、非常に激しいネガティブな反応、不安とか怒りとか鬱が起こりやすい。すなわち許容限界点が極めて低い水準で固定してしまっているというふうに考えています。さて、そういう境界性人格構造を治療してあげる場合の目的としては、このアプローチではですね、その境界性人格構造はいいところもあれば悪いところもあるんですが、その一部を改造しなければいけない。そして長所は温存しながら、そのアキレス腱である人格障、境界性人格障害の方の、その低い、過度に低い許容限界点を高くしてあげるということが治療の目的になります。
その方法としては、従来の1対1の治療法を避けて、で適切なパートナーの場合には、奥さんとかご主人とかボーイフレンド、ガールフレンド、恋人に参加してもらって、3者のチームワークを作ってやる。そしてその治療の目的は、その従来の病気、病的な考え方、感じ方を治療するという考えではなくて、その境界性人格者とパートナーの2人の間でですね、過去の最高をはるかに超える親近関係、すなわち突破親近関係を体験させるということが目的になる。で、それをやるためには双方、患者さんとパートナーが両方行う毎日寝る前にやる自己採点によって、正確にその日その日の精神状態を記録し、それをコンピューターでグラフにして追跡して、それを参考にして突破親近関係を体験させる。そういう方法を取ります。この治療法が成功するためには、患者さんが治療を受けようという意欲がある必要がある。しばしば長年苦労していろんな治療をしても治らない。そういう方はもうなんとかこの治療によってこの問題を乗り越えたいという意欲が強い場合があるので、むしろ歓迎すべき患者さんになります。そして適切なパートナーがいてくれれば、それだけで成功率は10倍良くなる。それから第3に、その3者のチームワークがですね、数ヶ月維持できる必要があるんですが、この治療が始まるとたちまち症状が一時悪化しますので、その時点で脱落する人が続出する。その結果、1ヶ月何とか持ちこたえた時点ですでに治療結果は7倍良くなるということが分かっています。そして最後まで諦めずに頑張ると、なんと 50% が完全に境界性人格構造を乗り越えてしまうことが分かっています。脱落者が1週間自己採点をやった後から数え始めるんですが、それでも最初の1ヶ月、2ヶ月で脱落する人が続出して、ついに最後まで頑張る人が 50% なんですが、その 50% の人は完全に境界性人格構造を乗り越えて、普通の境界性ではない人よりも明らかに優れた適応に到達する場合が普通です。で、この比率は境界性人格構造ではなくて、うつだとか不安、パニック、その他の人、それから自律神経失調症、そういう症例の患者さんの場合もほぼ全く同じ治療結果になります。ただ何度も試みて一度も成功したことがない場合というのは、そのカップルのどっちかが統合失調症である場合、躁うつ病である場合、薬物アルコール依存症がある場合、それから暴力を振るった危険が起こる。こういう場合には今まで成功した例がありません。さて、人格、境界性人格構造は、この人格の構造に問題があるわけですが、この三脚のようにモデル化できる人格の構造、自己は自分についてその人がどう考え、感じ、行動するか、親近関係は結婚生活のような重要な一対一の関係の中でその人がどう考え、感じ、行動するか、達成は学生なら勉強、仕事があればキャリアとか、その生産的、創造的ないろんな活動の中でその人がどう考え、感じ、行動するか、それを把握するとその人の人格を極めて立体的に把握することができます。この性格、生い立ち、生まれつきの素質によって決まる性格によって、その人がどの人生のいろんなチャレンジ直面にどこで限界点に来るかということが決まると考えていいと思うんですが、どんな人でも過去の経験、現在の適応能力の限界に来ると、誰でも同じように、まずストレスの症状が出ます。それは大別して5種類あって、不安、怒り、身体症状、うつ、錯乱、この5種類の症状が入り乱れて出る。これを従来の精神学では病気とみなして治療の対象としているわけですが、ライフトラックでは、これはどんな人でもその人の限界に来た時に精神が自動的に発する危険信号であるというふうに考えています。ですから治療の目的は限界点を画期的に向上させ、そうすると
かつてはストレスが出て耐えられなかった同じ環境の中で平気で、しかも楽しく適応できるようになるという驚くべき結果が日常茶飯起こることが分かりました。すなわちそれを抵抗突破と言ってますが、許容限界点を上げる。治療の場では、それを心筋関係の場でまず上げるということをやるわけですね。それから、人により場合によっては、いくらやっても見込みがない。そういう場合には方向転換したり、不可能な、もん、あの、解決不能な問題から退却しなければいけない場合もある。人により場合によって逃げられないと思い込み、もう乗り越えることは不可能であると思い込み、この苦しい不安や鬱がどんどん悪くなり続けると、もう死んで楽になりたいと思う人が当然出るわけで、自殺を考える人はみんなそういう思考過程を通った人です。だから退却と自殺の間に薬物中毒が。これはアルコールや薬で一時ストレスを減らす方法、それから我々処方する精神科の薬もストレスを緩和するための手段ではありますけど、それと同時に限界点を上げるという努力が行われれば、薬のおかげで限界点を上げることがやりやすくなるかもしれません。けれども、私の臨床体験では、ほとんど薬は必要がないので使ったことがありません。さて、この抵抗反応と呼んでる5種類の症状ですが、ストレスがだ、チャレンジがだんだんこう、エスカレートするに従って最初不安がまず出るんですが、それでも問題が解決しないとイライラしてくる。それでも足りないで怒りを抑えて我慢してると、身体症状がいろいろ出て、頭痛とか疲労とか不眠が起こる。で、それでも頑張ってると今度は鬱になって、何にもやりたくない、何にも楽しくないという状態が起こる。悲観的になって死んだ方がマシだなんて考えるのは鬱ね。その鬱にも耐えて頑張ってると、錯乱までエスカレート。錯乱の極端な例、これは思考、感情、行動が、ちぐはぐになったり、制御不能になったり、麻痺状態になったり、なる状態なんですが、まあ、極端な例を言えば、真っ裸で街の真ん中を突っ走ってですね、会う人ごとに俺は正常だ、問題ないって言い張ってる人みたいなもんで、自分は正常だ、正常だって言ってますけども、周りがほっとけないから結局、病院に収容されて、薬をもらったり、病院にいるうちにだんだん錯乱が収まる。そうするとしばしば錯乱が消えた後に激しい鬱が前面に出てくることがよくあり、臨床家の間では錯乱後の鬱という概念もあるほどです。なので鬱が収まると身体症状が目立ち、こうまるで階段を降りてくるように症状が日に日に変わっていく場合がよく起こる。だから症状が悪化して、これでもかこれでも耐えられなくなって、どっかの時点で医者にでも治療者にでも見てもらう。先輩とか、先生に相談するとか、いろんなことが起こります。すなわち、自分の力では、自分の頭の中では、乗り越えられない問題に直面して、行き詰まった時に、苦し紛れに人の助けを借りざるを得ないようにするための、実は、精神に備わった自分を守るための仕掛けであると、私は考えています。さて、この症状が必要がない、すなわち問題をうまく解決して行き詰まらないためにはどうするか。これはこの4つの問題解決の普遍的なステップをよどみなく取れてるかどうかによって決まる。すなわち正確に自分の置かれた環境、自分の頭の中で何が起こってるかを認識、把握し、で、的確に展望して、どうしてこんな問題が起こったのか、どうして自分は今、イライラ落ち込んでるのか、そしてどういうふうにしてこれを乗り越える可能性があるのか、こうやればああなる、ああやればこうなると展望をやった上で最もいいチョイスを選ぶと、選んだらそれに従って行動し、行動するとその影響が起こりますから、それを正確に認識し、今までの展望、選択、間違ってないことを確かめて行動に励む、このサイクルを繰り返すわけですが、順番が決まってますから、行動をいくら頑張っても、一歩前の選択が間違ってると、逆効果になる。努力が無駄になります。
選択は展望によって決まるんで、展望が歪んでいると何度やっても変な選択ばっかりしてしまう。で、精神科の治療の必要な患者さんはこういう問題をしばしば示します。同じ間違いを何度も繰り返す。それから展望は第一歩の認識によって決まるんで、認識が不備だと何度やっても問題解決がうまくいかないことを繰り返してしまう。この第一歩の認識を助けるために、実は10年近くビジネスの世界にいて、複雑な流動的な組織である企業を経営するためには、経理、会計というものが絶対に必要であり、軽量化してですね、一定のやり方でどんどん変わる状態を何度も繰り返し測定して、追跡しなければいけないという、そういう訓練を受けましたので、それを精神医学の世界に持って帰ってきて、精神の経理というべきものを作ったのがこれです。総合適応シートと呼んでますが、1日の終わりに41項目の項目に0から10までの10点ほどで点数をつける。第1項目不安。例えば今日1日振り返って、最高不安が、理由は何であれ、どのぐらい上がったか。もう今までにないくらい不安が高ければ10点。何にもなければ0。次に怒り、身体症状、うつ、錯乱とそれぞれピークを採点する。次に平安感、友好感、健康感、幸福感、闘魚感。このネガティブの反対側のポジティブな体験のピークも採点する。それから自己、親近関係、達成の性格の三脚のそれぞれの部分を9つの要因に分解して自己採点する。それから最後に身体的な状態、すなわち病気や怪我、または乱用、食品や薬品の乱用があればそれを採点。それから健康の度合いがどのぐらいいいと思うか。食品料金を規則正しく取ったかどうか。それを採点して、まあ最初は30分ぐらいかけて説明しますが、とは自分で5分か10分で寝る前にできる作業で、この紙に記録したり、直接インターネットのライフトラックプログラムにインプットをして自己採点をすることになる。それを始めたのがすでに30年近く前ですが、20年前からは全ての患者さんがインターネットのプログラムで自分で直接インプットができるようにしましたので、セッションをやるときにはですね、直ちにその患者さんとパートナーのグラフをコンピューターの画面に並べて、そしてお互いの姿が見え、声が聞こえる、そのプログラムを使って、まるで患者さんがどこにいてもオフィスに一緒に対面してると全く同じ治療が可能になりました。それが20年前です。そして全ての患者さんをこうやって治療してますので、全米各地、日本在住の患者さん、アジア各地、オーストラリアの患者さんもいましたし、ヨーロッパ、そういう各地の患者さんを同じやり方で遠距離で治療してきました。それで驚くべきことがはっきりしたのは、この突破親近関係という概念が、この自己採点をグラフにして追跡することによって発見したんですが、この重症のうつで治療をしたこの患者さんの、最初のパターンはですね、うつの状態で奥さんとの親近関係は比較的保存され、10点が過去の最高で、0から10までの10点法で始める採点法で、事故は0に近く、達成も3点ぐらいでした。そして症状はこの黒い線ですが、最初最悪で10点でした。ところが最初の期間にだんだん親近関係を近づける指導をしているうちに、徐々に夫婦の関係が変わり、10日以内にこの患者さんの親近度が10を超えて上がり始めた。すなわち過去の最高を超えてもっと近づいたという実感が起こったときに、10点を超えて11点、12点とつけてもいいという、そういうルールで、この10点を超える点数をまず親近関係につけ始めました。で、その後も何度も波打ちながら症状は悪化する。
心筋能が上がるたびに、まるで症状が悪化するみたいに盛り上がる。で、20点に迫ったときに最悪の症状が盛り上がり、ただ、その後、症状は急速に軽減して、まるで症状がくたびれて、疲弊して、力を失うかのように見える現象がはっきりわかりました。そしてまた盛り上がる。その度に自己と達成が陥没して、それをかなり吸収しているのもわかります。そしてついに症状が6週間ぐらいで完全にしました。重症のうつです。薬は全く使いません。そして心筋度はその時点ですでに過去の最高の2倍半に到達してました。その後も心筋度は上がり続け、で、まだ入院治療の最中で毎日治療をしてます。そして事故と達成がついに過去の最高を超えて心筋度に追いつき始めてるのが第3ステージ。で、2ヶ月半で退院したんですが、前任者が会社を2人辞めてしまい、当人も自殺に追い込まれたという誰がやってもできそうもない困難な職場、魔の職場、ミッションインポッシブルというあだ名のついている職場で彼は行き詰まったんですが、同じ職場に病院から直接復帰して、同じ職場で耐え忍ぶだけのみならず、楽しく仕事をして大活躍をして栄転して日本に帰りました。それが2ヶ月半治療をした後、すなわち心筋度が20、35、超えてましたね。そして自己達成も20点を超える。このあたりから、2ヶ月半ぐらいから彼は、その魔の職場に戻って大丈夫だった。すなわち、自殺にかつて追い込まれて、2ヶ月半前には自殺に追い込まれたと同じ環境で楽々と適応できた。すなわち、許容限界点が飛躍的に改善されていることがわかるんですね。まず、心筋関係でそれが起こり、自己達成がそれに引っ張られて、ついに過去の何倍も上がってしまいました。そして、その魔の職場で楽しく仕事ができるという、ちょっと信じられないような結果が出たんですが、もうほとんどの患者さんが同じように過去の最高を超えた適応を体験するようになることが分かっています。そして、その突破口は心筋関係なわけです。さて、今日の 症例は、ジェイコさん。ジェイコさんは20代の日本からの留学生でした。で、学校で会ったトラオ君と付き合って2年。で、同棲して1年経ってますが、同棲後間もなく極めて不安定な状態が起こり、不安、緊張に苛まれ、イライラ、暴発的な怒り、月経が止まったり、不順になって、吐き気だとか倦怠感に苛まれます。しょっちゅう泣き出すと止まらない。で、鬱になると死にたくなるやら、危険な状態もあったんですが、突然怒り出してトラオ君に乱暴する、打ってかかる、蹴る、噛む、物をぶつけるなどひどいことをしました。それでも、ジェイコさんが素晴らしい、いい時には素晴らしい彼女なんで、トラオ君は諦めずになんとか必死で我慢して、で、二人で治療に来ました。彼女の家族の背景は典型的な境界性人格構造の人の背景で、お父さんは激しいアルコール中毒で、で、暴発的に乱暴する人で、怖くてとても近づけないお父さん。お母さんはそういうお父さんに虐げられ、慢性のうつ状態で子供を守ることもできない。むしろ娘のジェイコさんがお母さんのことを心配する、そんな環境でした。で、弟が一人いたんですが、お父さんの真似をしたのか、家庭内暴力をやり始めて、お母さんとジェイコに乱暴して、警察が来て逮捕されたりするような弟でした。そういう凄まじい環境の中で彼女は、なんとか耐えて、真面目な子供として成長して、留学に成功したわけです。彼女は、このアメリカの境界性人格障害診断基準、9つの全部に該当しました。そういう彼女が毎日やった自己採点をご覧に入れます。これが症状を追跡したグラフで、1週間、なんと最初の初診が3月2日、これちょうど1999年、すなわちちょうど30年、20年近く前の患者さんですな。そして、
初診の前の日を思い出してつけてもらったら、もう最悪の大喧嘩をやったばっかりでしたから、全部10点だったと。で、初診の日はかなり楽になって、錯乱は1点まで下がってました。ところが、治療をやることに合意して帰った次の日には、また症状が悪化して、そしたら、そのまた次の日には嘘のようにケロリと症状が消滅しました。これも境界性人格障害の特徴的なパターンで、凄まじい症状が盛り上がる反面、2、3日で嘘のように警戒する場合がよくあります。そしてしばらくはだいぶ楽だったのに、また凄まじい鬱が起こる。鬱10点、身体症状も8点まで上がり、不安も5点まで上がり。その1週間の間に何が起こったか、経過、これ26番、この26のグラフを順番に分析しながら指導するんですが、時間の節約のために2つだけグラフをご覧に入れますが、この26番のグラフで示されているのが、ピンクのラインが、このジェイコさん、トラウ君との心筋関係、9項目の平均点。初診の日は7点、前の日はなんと1点まで下がってました。ここでせっかく治療をやることに決めて帰ったら、次の日にはまた喧嘩して1点近くに下がっちゃった。ところが症状がそこで疲労し、くたびれたのか、急激に消滅すると同時に、心筋動はたちまち挽回して、前のピークとほぼ同じ、かすかながらより高い水準まで挽回して、そこでまた疲れて下がってますが、これは中に潜んでるもう一人の彼女、それをゲリコさんという名前をつけるんですが、その5種類のゲリコさんがいて、不安ゲリラ、怒りゲリラ、身体症状ゲリラ、うつゲリラ、錯乱ゲリラってのがいて、その出てきては彼女の幸せを妨害したり、心筋関係を妨害したりする仕掛けになっている。このゲリラを退治するのが治療の目的であるというふうに説明してやります。ところが、その心筋関係が上がるたびにゲリラが出てきて、心筋動を妨害する。引っ張って下ろす。ただ、ゲリラがくたびれると、心筋動がまたさらに上がって9点に近づいた。ね。そしたらまたこれはいけないって、ゲリコさんが頑張って引っ張って下ろし始めましたが、もうだいぶくたびれてますから、それほど力がないはずなのに、心筋動はどんどん下がって、で、また元気を取り戻したゲリコさんが頑張って、心筋動をついにゼロまで引っ張って下ろしてしまう。今までで最悪のゼロまで下がっちゃったわけです。こうやって一周で過去最悪の状態が起こるんで、こんな状態で患者さんがもうとてもこんな治療をやってられない、やめてもおかしくないんですが、トラオ君も参加してますから、なんとかなだめて、こういう危機を乗り越えることがやりやすくなる。だからこそ、境界性人格構造の治療は、3人がかりでやる方がはるかに効果的である、10倍効果的であるという理由がここにあるわけですね。さて、2週間目までたどると、彼女の症状、鬱がまた10点まで盛り上がった後、これまた3日ぐらいでゼロまで下がりました。その範囲の何が起こったか見ると、ゼロまで落ちてた心筋動、これ、彼女はこの日は3回つけてくれた。ね、朝、午後、夜寝る前。夜寝る前にはすでにかすかながら挽回の兆しが出てきてます。こうやって1日1回とは言わず、大きな出来事があった日には1日3回、時には4回に指導しています。これが非常に参考になるんですね。そして次の日にはもう心筋動は8点ぐらいに挽回して、なんとその日の午後、この次の日の8日も3回つけてますが、朝は7.5、午後には9.5ぐらいまで挽回して、そしたら夕方はまたゲリコさんが出て、心筋動を引っ張って下ろしちゃいました。ただ、このピークは前の2回のピークよりも明らかに高くなり続けていることがわかる。ですが、心筋動が上がるたびにゲリラが出て暴れました。大変なことになるんですが、挽回すると前より良くなるということは、大いに希望を持たせてくれる。ね。これは患者さんにとっても、治療者にとっても、こういうグラフを見て励みになるわけ。3週間目にはどうなったか。この症状が相変わらず凄まじい勢いで何度も出てますが、実はまた1回ゼロだったやつが挽回したらなんと9.5グラムだ。そしたらゲリラがまた頑張って9点以上に上がらないように止めて、
頑張って引っ張って下ろして、3点まで下がったらくたびれて隙ができて、心筋のが一気に前の最高点、9.3ぐらいまで挽回しちゃったんで、またゲリラがこれはいけないって頑張って引っ張って下ろしたのがよくわかり、またしても心筋度ゼロまで落ちました。この14日ゼロまで落ちた時も彼女3回自己採点したのがわかりますね。そして次の日の15日には挽回が始まり、その午後には1回6点まで上がったのに、夜にはまた引っ張って、大喧嘩して引っ張って下げられゼロまで下がっちゃいます。こうやって波乱万丈、心筋のが挽回すると、まだゲリラの元気のあるうちは、凄まじい勢いでゲリラが抵抗してですね、引っ張って下ろしちゃうということが3週間の時点で続いて、ここでも彼女何回も治療を諦めてやめちゃってもおかしくない状態だったんですが、これまた3人でやってるおかげで治療は中断しませんでした。4週目まで見ると、この凄まじい3週目のゲリラの努力ですっかりゲリラがくたびれたのか、だいぶおとなしくなって、その隙に心筋度は9点を超えて10点に迫るところまで挽回。そうするとゲリコさんがまた10点に行かないように引っ張って下ろしたんですが、そこでまた一際くたびれて力を失ったために、挽回した心筋度はなんと一気に12.3ぐらいまで上がっちゃう。そうしたら、これはいけないってまたゲリラがおっとり刀で出てきて引っ張って下ろした。ただ今回は頑張ったけど8点ぐらいまでしかおりませんでした。7点ですか。そしてゲリラがくたびれちゃって、挽回した心筋度はなんと14.6まで、マックス14.6まで上がったことがわかる。こうやって僕は激しいながらも、挽回した時には前よりも少しずつピークが高くなっていることははっきりわかります。これで諦めずに頑張り続けて5週目まで行った時に何が起こったかというと、またしても凄まじい症状が盛り上がって、せっかく17.6まで上がった。まあ17.6まで上がったから、それを止めるためにゲリラがまた大奮発したわけですが、そうやって引っ張って下ろして、で、心筋のはまた下りましたけど、なんとか6点ぐらいでとどまって、で、ここで気がつくことは、事故、緑、達成、青の線よりも、どうやらかろうじて上位で上になって、下まで落ちないでいるのがわかり。前は一番下の0まで心筋のが何度も墜落したんですが、だんだん事故達成よりも下まではいかなくなって、これが第一ステージの段階なんです。さて、6週目、さらに、このかなり10日間ぐらい続いたゲリラの努力が終わって、すっかりくたびれたのか、挽回した心筋度はなんと22.1まで一気に上がってしまいました。こうやって10点の天井を突破したどころか、20点の目に見えない天井も突破してしまったわけですが、ここまではゲリラが何度も何度も激しい努力をして、で、しかもこの最後のゲリラのうねりは10日ぐらい持続しました。さて、7週目まで見ると、すっかりゲリラがくたびれてしまって力を失ったため、心筋度はどんどん挽回が続くどころか37.7まで上がる。前は上がるとたちまち引っ張って下ろされたのに、今回は上がり続けた。しかも事故も達成まで過去最高の10に到達して、それを超えて上がり始めて、これを第3ステージの始まりまで来ました。そこまではゲリラが頑張る、すなわち症状が悪化するたびに、事故と達成は陥没して、それをかなり吸収して犠牲になってきたんですが、その負担が取れて解放されたために、事故と達成も過去の最高を超え始めるという非常に興味深い現象が起こったのがわかります。これが全ての患者さんに起こります。さて、8週目まで見ると、またしても症状が頭を持たれたのは、実は、心筋度が40.6まで行って、40点に迫った時に、またゲリラがこれを止めるために頑張ってくたびれ。それで結局は心筋度が40点に到達し、それを超えて40.6まで上がってしまう。で、事故達成も、ちょっと足踏みした後、また前進が始まってるぐらい。これで約2ヶ月が経過したわけですね。9週目まで見ると、またゲリラが頑張った陥没が1回起こったのが、こ
これは40点を超えたことによって、やっぱりまだゲリラが、の残余勢力が十分残ってたことが発覚したんですが、ゲリラが出てきて引っ張って下ろそうとした。で、ゲリラがまたくたびれたために挽回した新近路は、今度は明らかに40点を超えて、42.1 まで上がってしまいました。自己達成も一回、このゲリラを吸収して陥没した後は、見事に挽回して、新近路も自己も前の最高を超えて前進しました。この第3ステージが着々と進行中であることがわかります。これで約2ヶ月が経過したわけですが、時間の節約のために1ヶ月飛ばして3ヶ月後を見ましょう。そうすると、この新近路が40点を通過するときに何度も激尺抵抗が起こり、その後50点でもまた疲れたことがわかりますね。で、50点を超えた後1回引っ張って、ゲリラがくたびれたら挽回して 56.6 まで行きます。自己達成も20点で1回使えて、それを乗り越えて22点、23点まで行ったのが3ヶ月目の経過。4ヶ月でどうなった？そうすると50点までは何度も出たゲリラがすっかり出払ったように静かになり、新近路は50点を見事に超えて、一気に 83.1 まで上がってしまいました。途中で多少スローダウンしたのはわかりますけれども、ゲリラの点数は記録されなかった。そして自己達成も順調に上昇を始めました。5ヶ月後にどうなった？この面白いグラフは実は新近路が一部100点に到達したんで、目盛りの切り替えをやりまして、100点が10になり、50点は5になり、10分の1にして、10をまた新たな過去の最高と定義し直して続けます。そしてまた新しい実点を超えて上がり始める直前に1回症状が盛り上がって、これは実はジェイコさんの方じゃなくて相手のトラオ君が危機的な状態を示して、実は夜いなくなっちゃって、なんかニューヨークの街の中を呆然とこう歩き回ってんのを警官が見つけてですね、朝連れて家に帰ってきてくれたという、そういう出来事があった時でした。これはジェイコさんが境界性人格構造を乗り越えて見るからもう劇的に安定した時点に起こった出来事で、これをシーソー現象っていうんですね。不安定だったパートナーが安定して別人のようにいい状態になると、今まで頑張って支えになってた人がガタが来ると言いますか、いろいろストレスの症状を出して揺れることが普通、通常 ほとんど必ずあるので、それをシーソー現象と言って、それがむしろ起こった方が安心で、双方がそれぞれの過去の限界を明らかに超えて前進したことを示す証拠になります。さて、5ヶ月までのこのグラフ、このメモリの切り替え後だけを抽出して少し詳しく見てみましょう。そうすると、メモリの切り替え後、平均点100点をちょっと切ってたわけで9点になって、それがまた9点からたちまち盛り上がって、新しい過去最高の10点に迫ったら天井に使え、その時にまたゲリコさんの残余勢力が頑張ってこれ以上上がらないようにしたんで、自己達成も少しへこんで、ほんで、新近路が停滞しましたけど、ここで一頑張りしてゲリコさん一際くたびれたら隙ができて、新近路がついに新しい過去最高の実点に到達しました。そしたらそれが引き金になって、また頑張って、ちょっと一時引っ張っておろす。で、自己達成がまた大いに陥没して、これを吸収してくれ。で、ゲリラがくたびれると、挽回した新近路は見事、新しい実点を超えて上がり始めました。で、11点のあたりでもう一回ゲリラが少し頑張った後は、ほとんどおとなしくなって、新近路がどんどん上がって14点に迫った時点で、ドカンと来たのは、これは実は先ほど申し上げたように、彼氏のトラオ君が人揺れしてびっくり仰天したためのストレスでした。さて、6ヶ月まで、で治療が完結したんですが、この時点のグラフを見ると劇的にこう100点に到達してメモリの切り替えをやった後、このトラオ君の危機を乗り換えた後は
自己心筋関係達成がほとんど一線上に合流して滑らかに上昇を始めたのがわかりますね。こうなったら締めた。ここで治療が終わりました。このメモリの切り替え後だけをもう一度見直してみましょう。そうするとさっき見たように新しいメモリで実点に迫った時に1回、それから実点に到達した時に1回、それからトラオ君が一揺れした時に1回、その後は極めて滑らかなグラフになっています。トラオ君のグラフも時間を節約するためにこのプレゼンテーションには出てきませんので、別の興味のある方は別のプレゼンテーションアップロードしますので、それでご覧ください。さて、ジェイコさん、治療が終わった時点で、彼女の言葉で非常に胸を打つ迫力のある体験談を書いてくれました。これは興味のある方はビデオを一時止めて読んでいただくために2秒ほど時間を取ります。次の2ページ目、彼女の体験談の続きです。3ページ目。で、当人が嘘みたいで信じられないと言って、ユーモアに富んだ体験談を書いてくれました。そしてトラオ君も、これは最後に彼女が治療中の後輩に対してですね、諦めずに頑張ってくださいと励ましているところ。トラオ君も6ヶ月苦労して悪戦苦闘の末、ついに彼も非常に安定したジェイコさんと幸せな関係が営めるようになったんですが、その体験談を貴重な彼の自分の言葉で書いてくれました。さて、2ページ目です。3ページ目。4ページ目。さて、彼も後輩のために胸を打つ言葉を残してくれました。さて、1年後にジェイコさんからメールが来て、彼女曰く時の経つのは早いものでもう卒業して1年になりますと。私たちは日に日に幸せが増える毎日です。これで付き合って3年になりますが、友達はみんな私たちの仲があまりにもいいことに驚いています。卒業後も時に喧嘩したことはありましたが、彼に対して腹が立つたびにどうせ仲直りをするんだから、もうすぐ謝った方がいいと自分に言い聞かせ、たちまち口論を乗り越えてしまいます。トラオは前よりもさらに優しくなり、私を大事にしてくれ、私もより彼の支えになっています。私は8ヶ月前から週4日、レストランのウェイトレスのアルバイトを始めました。とても忙しくて長い4日間、これで学費と雑費を賄っています。最近はそのおかげでしばしば2人で外食できるんですが、前のようにレストランに行くたびに大喧嘩になってたのが全く喧嘩にならず、一緒の時間を楽しんで仲良く家に帰ります。彼は時々私を冷やかして、こんな時に君は前は大変な癇癪玉が破裂したねと冷やかします。私の返事は、本当に前は私はモンスターだったと。それをあなたはよくも耐えてくれたと本当に感謝してますと心から言っています。自分が苛立たないで毎日平穏で幸せなことが自然になったということに自分ながら本当に驚いていますと正直なことを言っています。境界線の人はみんな後でこういうふうに前に自分が境界線だったことが信じられないくらい変わったということを実感します。さて、1年後にまた彼女はメールをくれました。昨日、女友達数人とバーへ飲みに行きました。私の境界性人格障害が治療で完治したと話してもみんな信用しない。そしてみんなそんなひどい状態だったとは想像できないと言い張りました。一人はいいドクターに会えてよかったね。もう一人は、これであんた方二人がこんなに仲がいい理由がわかったと言いました。そしてその友達に私は、トラオは神様から授かった宝物ですと。私一人では絶対不可能だったことを、トラオとドクターが三人がかりで、私と三人のチームワークで、なんとかかろうじて困難を乗り越えて、こうやっていい状態になることができたと説明しました。
以前の私は一緒に出かける友達もいませんでした。卒業、治療卒業後はトラオが一緒にいなくても、一人で友達と楽しく過ごすことができます。以前はやり始めたことをすべて途中で投げ出しては、いろんな出来事のせいにしたり、他人のせいにしていました。今の私は勉強に励み、同時にタフなアルバイトをこなし、いろいろな困難に耐えてチャレンジを乗り越えることができるようになりました。これは別人のような変わり様ですね。そしてそれが今や正常な状態になりました。例えば、3ヶ月前からパートでカメラ学校に通い、写真の現像、印刷を勉強しました。とても難しいコースでしたが、なんとか途中で脱落せず、クラスメートに困った時には助けを求め、ついに一度も欠席せずに卒業しました。5年後にまた彼女から頼りがあり、二人すごい仲良く幸せな5年を過ごして、二人とももう大学は無事卒業、就職して、この度結婚することに決めましたという報告。さて、ジェイコ君さんとトラオ君の6ヶ月の治療を振り返って考察してみると、彼女だけじゃなくてトラオ君もかなり境界性人格構造の特徴を持った典型的なカップルでしたが、週1回1時間のセッションで完全にそれを乗り越えて、通常の人よりももっと安定した素晴らしい適応上水準に到達できた例です。そして治療を始めたもうたちまち全身が抵抗を引き起こし症状が悪化して凄まじい危機が何度も訪れ、それを乗り越え踏み越えやってるうちに、このカップ3人がかりで乗り越えてるうちについに症状がだんだんくたびれて弱って消えていってしまいました。そして6ヶ月間で境界性人格構造から完全に解放され、どこから見ても普通の人の優れた適応に到達し、彼女のメールにもあるように、周りの友達が彼女が境界性だったってことを誰も信用しないと、で普通の人よりもはるかに明らかにいい適応で羨ましがられる状態であるということを言っています。さて、私の統計では数百人の統計ですが、パートナーが参加した結果、治療がそれだけで10倍良くなる、結果が良くなる。それから最初の1ヶ月間何とか耐え延べる、耐えしのぐと、その時点で結果は7倍良くなる。そして最後まで脱落しなければ成功率は 100% と考えている。残念ながら脱落者が続出するんで、実際の成功率は 50% です。これは約224人の患者さんがの記録を累積した時点でやった分析ですが、その後もう10年近く経ってますけど、もうあの比率はほとんど変わらないと思っています。さて、このライフトラックの治療はなかなか容易なプロセスではないのですが、こういう困難な治療に立ち向かって、境界性人格構造を乗り越えたいと考える方がもしいらしたら、私の時間限られてはいますけれども、できるだけ協力して、その、境界性人格構造克服のお手伝いをしたいと思っています。それから治療者、私の同僚の精神科の先生や、精神療法の先生方の中で興味を持ってくださる方があればですね、連絡いただければ、日本の臨床心理療法の教授その他の方々の、少数の方に週1回オンラインでワークショップをやって、そういうワークショップに参加してくださることも可能かもしれません。これが私の連絡先です。それではありがとうございました。また次回まで。